キックオフでスタートです。左へ送ります。右に出して、右サイド、このシュート、ヘッドからルイス・ガルシア、アプローチしていく。右サイド、モデスト、ディフェンダーとしてプレーします。一旦下げて、前線へアプローチ、アプローチしていく。ピンチを逃れました。チェックきついですよね。預ける、いい力の展開ですね。先制点のチャンス、シュート、キーパーを防いでいる。コーナーです。ここを得点につなげられるか。ショートコーナー、右から来てますよ。左足だ。またセットプレーとなります。どこへ出してくるか。さあショートでつないだ、右からスッと入ってきますよ。合わせて当たった。ここはキーパーキャッチ。叩きます。オリンピアコス、この立ち上がりどうでしょう。そうですね、まだこれからですけどね、もう少しペース上げてもいいと思いますよね。そうですね、チェック、キーパータイミングよく飛び上がりました。一旦はたきます。アプローチ、一人いい動きを見せてますよ。チェックが入りました。サイドのサポートはあるのか、ない。選択は一人、ここで激しい。エスパニョー、結局このボールを奪いました。大きくいい展開してますね。行くか。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。開きますよ。チェックに回る、そのままシュート、もったいない。まもなく前半も30分が経過します。バックパス、サイドからどうする、ここはディフェンスされました。エスパニョー、ここはしっかりと守りました。うまく受けました。チェック、胸でトラップ、ラウル・ブラボ、アウト。ジョアン・ベルギー。さあ北澤さん、オリンピアコス、さあ35分が経過しました。今のところ0対0。だんだんとこう中盤で動きやすくなっているようにも見えるんですが、パスもよくつながってますよね。縦に出して流し込んだ、ニコポリディス、これを防ぎました。
ここには誰もいない。デュシェル、そしてここはハビマルケス、中にスッと入ってきますね。チェックに行く、チェック、後ろからチェック、そこからモデスト、トラップ、守りを固める、ドゥドゥ、ヘッドでクリアする、外から行く、いい守りを見せました。アプローチ、ここは阻まれました。ここで前半戦が終了します。北澤さん、はい、オリンピアコス、ここからはどういったことに注意しなくてはなりませんか。そうですね、前半のタッチ数、タッチする場所というものがね、やっぱり低い状況にありましたから、後半はもっと上げていった方がいいかなと思うんですよね。左からスッと入ってきますよ。チェック、バックパス、誰が前線に待っているのか。一人いい動きを見せてますよ。おっと、狙ってきた。リエラ、前を向こうというところだったんですが阻まれました。オリンピアコス、ここからの攻撃になります。チェックに回る、チェックを受ける、いいマークでしょ。前、頭で合わせた、見事にキャッチ。追っていく、時計は後半の15分を過ぎました。アプローチ、守りを固める、スペースがあれば上がってくるという形ですね。強い、駆け込んでくる、ゴー。さあ、オリンピアコス、先に点を許していますが、北澤さん、いかがですか。まずはね、ある意味余裕がなくなったわけですからね、できるだけチャンスを逃してはいけない状況ですよね。ヘッド、ロンメダール、アーリー気味のクロス、ディフェンスが対応します。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。選手が担架で運ばれていきます。やはり何かあるようです。後ろからのマーク、フェリペ・マッティオーニ、ここでピッチに戻ってきます。プレー続行のようです。チェックに行く、どうする。エスパニョー、結局このボールを奪いました。後半30分を回ろうというところ、流し込んだ、ラウル・ブラボ。北澤さん、エスパニョール、得点後の動きなんですが、どのように映りますか。いや、いいと思いますよ。さらに勢いづいてきましたよね。なるほど。
ドゥドゥコースを探す。硬い守りだ。追っていく。いい力の展開ですね。前には一人います。これから前を向こうというところだったんですが、突破できませんでした。さあ上げるか。ここで激しい左足でオフサイドですか。さあ今の場面、ここで選手の交代があるようです。サイドからいい上がり方をしますね。ここで選手の交代があります。オリンピアコス現在1点差を追っています。追う立場にあるわけですが、少しずつ攻めに転じている場面が増えていませんか。そうですね、攻撃の流れを見る限りでは今はいいところでボールを受け取れていると思いますよ。チャンス増えてきてますからね。ゴールマウスのわずかに左。しかし今のシーンは決めたいところでしたよね。オリンピアコス大事な同点のチャンスでしたが、ここはゴールなりません。アプローチ中にスッと入ってきますね。あっとここで試合終了となりました。エスパニョール